さあ続いてはマッチ2ストリーマー対決となります。選手の皆さんにはすでにスタンバイに入っていただいております。このマッチアップはオボ対ドンピシャ、はい、まあこのストリーマー対決というところのこの4名オボドンピシャシャカザクレイでいうと、はい、このイヤー1の前イヤー11年間からこのイヤー2前半にかけて、まあ、相当もうずっと対戦してるメンバー。そうですね、まあ、オボは誰をちょっと僕の記憶ではチュンリー使いのはずなんですけどいやどうなんですかね。どうなんですよね。チュンリー使いなんですか。チュンリー使いっては聞いてます。あ一応、はい、なんか以前ちょっと別大会があった時に、まあ、心置きなくやめれますという、ね、お話があってから一応ホンダはもうあれでっていう話は聞いてたんで、はい、今日はどうなのかなというのは気になってはいます。まあ、対してね、まあ、ドンピシャさんは本当にもう外部のスペシャリストなんであ、そうですね、はい、ちょっとどうなるかというところですけどもね。いやドンさんも相当仕上がってますからね。仕上がってますね。かなりモチベが高いやっぱイメージがあってどんどん上手くなってますね、うん、本当に、うんうんうん、なんか配信とかだけじゃなくて普通に深夜とかにランクこもってたら、うん、なんか結構やっぱ当たったっていうその報告をよく聞くんですよね、うん、やっぱスト6がね本当に好きなイメージがあるんで、うん、嬉しいですね。そうやってやね格上プレイヤーとしても、まあ、オフラインの大会経験も多いというところ。そしてパジャマに帽子というわけのわからない、パジャマに帽子でヘッドホンですか、ね、やたらなんか新しいロックな感じがしますが、オボは今日何を繰り出してくるのか。そうですね、まあ、さっきちょっと楽屋でやってたんですけど、やってましたね、チュンリーやってたんですけど、はい、チュンリー使ってる時もあのホンダの張り手のパワーアップしようとして下下キックで一緒なんですよ。あ、コマンドはね、だから遠距離でいきなり転生客で飛んでちょっと遺伝子がもうダメだなって思いましたね。あ、ホンダだ。さあこれラグチェックなんですけれども、今カメラが焦って消しましたね今ちょっと見えましたね。あーなんか際どいカメラだなこれホンダ使ってません。カメラマンさんが相当キワキワ攻めましたね今映していいのかいけないのかみたいな。映っちゃってたけどね今。そうですね、ほぼもう丸出しでしたけどいやでもあの2先なんでこれキャラ変えってありなんですかね、はい。お確かに、ね、負けた方がキャラ変えれるっていうのは結構格闘ゲームではよくあるんで、まあ、なんかそこまでねこうがっつりとした大会軍ではないので、はい、まあ、出しても、ね、問題ないと思います。まず最初にサブキャラを出すっていうね作戦かもしれない、はい、あなるほど、はい、本命じゃないキャラクターから様子見ちょっとしとくかみたいなね。さあただこのオボの本田とは何度も戦ってきたというドンピシャの一戦。まず画面端に追い詰めている。そして後ろ投げでラインの入れ替えを行おうとしていたんですが、ドンピシャいやーいきなりおもしきからスタートしたが、なぜか受け止めているこの力士。勢いありますねやっぱり。ただこの体育やっぱ反応がいいんですよね。オボは相手のその体育とかをしっかり見逃さないイメージです。さあ1入れ替え成功。ダッシュ投げている。体力リードはドンピシャ。そして画面の端パリーで受け止めている。 SA1 はナイスパリー。まずはドンピシャスタート。しっかり読んでましたね。序盤こそオボがリードを取っていた盤面でしたが、ドンピシャが返しました。出し投げ、そしてガエルの距離。スニック様打っていった。敵技はフレルターンを奪い返した。おいちょうまい。しっかり見てから中段やりに来ている。おこれは画面端かなり優勢ですね。おおジャストバリー見切った。対策バッチリ。これリーサルだから SA ゲージは3つ溜まっている。クロスファイヤーサマーソルト。これは粉砕した。でもサブキャラだときついんじゃないですかどんだけ見たくないですかいや完璧ですね対策。今の頭突きジャスパとか本当に相当本田戦やってないとできないいいプレイですね。さあオボはキャラクターはどうするか。続投あってやめてねいやただドンピシャかなり本田戦のやり込みえるが、いやーやはりこれ結構ね、はい、使っちゃうんですよサマーは。いやそうですね。なのであのなかなか100巻を返すのは難しいんですよねガイロ。さあ別大会では黄色い線を背負ってたドンピシャがこのオボに挑んでいく、うん、なんか手前これはサマーソルト。さあオーディーズで切り返したアマキ。うおーソニックサマー。おー中段かなり積極的、まあ、ためキャラクターでもあるということですか。そうですね。ガード巻いてる。さあどうだ今日から張り手強化していた。おーしっかり張り手強化を使っていく。コンボもねかなりしっかり研究してるんですよねオボ。うわーただ値千金後ろ投げインパクトやり返した。さあどうだブレイド。そうですね、ガード冷静だ。ドンピシャリーチオーディー頭突きをね無効化するソニックブレード重ね完璧ですね。今のところヒットしてるのはケツのみ。おただ
頭突きはまた動き出している。時がまた動き出した。そうですね、まあ、頭突きを打つのをやめちゃうとまたそれはそれで ね、 やっぱりあんま強くないですから、飛車が鳴くまで打たないといけない。おっ来た、夏になった、ケツ祭り。この後の、ね、状況良くなってるんでね、前より受け身できないんで、はい、100回落としはかなりあの当たったと状況良くなってます。 SA ゲージは3つ、ただドンピシャのソニックサマーが綺麗。どうだ、おお、歩き千秋楽、ソニックを抜ける距離まで歩いてからの SA3 CA か、うまいですね。さあ勝負どころの土俵際まで持っていけるか、大物ホンダ反応買ってダッシュペイント来た、カンダ当たった、強気に投げる一応投げ、ただでは終わらない。100回打つ位置がいいですね、あのサマーで返しづらい位置までちゃんと詰めてから打ってるんで、ね、おお、ここで空投げに変えた、ケツの対象を見せてきた、素晴らしい。おぼを詰ませにいくか、ドンピシャのガエル中段ターゲット、いやー、頭突きにはサマーと反応、中段これはアーマーで受け止めたが、タイプリーダードンピシャのガエル画面の右手、さあこれは頭突きフェイントでパリのゲージを使わせて表落ち、コマ投げにいっていたか、ただ暴れてバーンアウトを狙っていく。どうだ、クロスファイアーサマーソルトはバーンアウトにはまずなりそう、そして倒しきりはどうだ、うん、飛び道具をこれ以上ガードすると削り KO が待っている。勝負のケツ、ドンピシャが打ち落とした、ヨーガソニックサイクロン。いやこれやっぱドンピシャね、寝てる人の動きしてます。いや本当に完全に寝てる、あの寝てないとあの動きできないです。隅バッチリだった、バッチリのやっぱ反応。いやおぼが40時間に対してドンピシャは47時間寝てますからね。おぼはそんな寝てなくてもできるプレイシーです。だからかなりやっぱそこちゃんと出るんだなって思いましたね。まだ弟子だからってむちゃくちゃ言いますね、はい、本当に。いやいやプレイがやっぱ出るんだなっていうね。そしてストリーマー対決が続いて2戦目準備を整えております。あ、いや、ドンさん対ザクですね、ですね、うん、ドンさん対ザクですね。なのでガイル、マリーザですね、うん、さあドンピシャ大会の経験値も非常に高い、オフラインの経験値も多いというところです。確かにそのドンピシャ側はね、かなりマリーザ戦はまあ確かに、ね、結構ストリーマーイベントでもやはり、ね、シャカ対ドンピシャというのはねある組み合わせだと思うんで、結構対策してるイメージですけどね、うん、まあ、逆にそのザクレイ側がね結構ガイル対策できてるかって、まあ、ガイルってすごい特殊なキャラクターなんで、ええ、まあ、ちゃんと対策できてるかっていうところは本当に大事な組み合わせになるんで、まあ、ザクレイのガイル対策楽しみですね。結構その他の某ゲームで非常に飛び道具がですね、はい、強力なゲームをやり込んでるプレイヤーなので、もうその時ガイルどころじゃないそのガイルどころじゃないですね、はい、弾幕をかいくぐってるプレイヤーだと思っているので、もしかしたら得意なフィールドかもしれないですね。そうですね、そういうな感じしますね、やっぱり。さあドンピシャは今回睡眠時間47時間というストリーマーの中では最長の睡眠時間でやってきています、はい、いやもう動きキレキレでしたね、寝てきたぞっていう、いや本当にいいプレイしてたんで、これは活躍期待したいですけどもね。まあ、ザクレイとしても40時間ということで、今若いですから、そうですね、確かに、はい、若いですから、寝なくてもやっぱ活動できちゃうっていうね、強みがあります、ザクレイ。さあ、試合が間もなくというところです、はい、チーム B 対 D の組み合わせ、ドンピシャ対ザクレイ、やはりガイル・マリーザになりました、パランツ、いきなり飛び道具に対してプレッシャー、筋肉刺さっている、いい筋肉よ。さあ、前中で無理やり触っていく判断、ただここはサマー構えている。まずはガイルのやりたいこと、序盤の体力リードからのさばく展開になっています。かなりいいペースですね、ガイル側がソニックで相手を動かしてね、ダメ取れてる、うまい、弱まれた、丁寧な動きドンピシャラッシュ中段、もう一丁、いい中段ですね。今大会はかなり中段貪欲に狙っていく、そうですね、やはりガードされてもねガイル側が有利に展開できるので、まあ、ソニックで相手を止めてからジャスト、パリいいですね、ラッシュいいですね、うん、投げて読み合わせしている。うわあ、これリオスピン。からのサマー。このサマーの止まらない。キレキレですね、本当に。さあ、この差し返しを狙っていた。うまい、カウンター確認。カウンターボンボ。しゃがみ中キックからの。さあ、ヒットしていた。パラツ。打撃タク。あ、うま。ザクレイはここから何の置き攻め、何のタコを狙うか。ただですよ、マリザは。逃げじゃあるんでね。上。玉抜けも見えますよ。バーンアウト寸前のザクレイ。パラツ。おっ、あと目の前触りに行った、きたー、勝負のグレディース、四隅ラッシュ、ここの展開上、おー、当て投げから
どうだ、いい、なるほど、読んでいる、ジャンプしていた、ここで垂直ジャンプ。いや、これ競り勝ったのは大きいですね。このザックレーのやはりこの百戦錬磨のね経験、あの展開が非常に強いんですよ。ただここはドンピシャがうまくラウンドを制していく。ザックレーもね、結構インパクト受け止められない体力だからこそのインパクトだったと思うんですが、いいのでしょうね。よし、2択当たっていく、強力なダメージ、1ゲージこれで出来上がった。やはりこの某ゲームで中下段がないことを利用したこの中段と下段の2択が刺さってますね。ほんまかいな。ガージノーマル様、上グレディス、あうち、インパクト、今度はやり返した。判断が早いですね。さあこれはノーゲージは厳しいか。どうだ、ジャベリンでフィニッシュ。うーん、しっかりリサル、セイバン、ラウンドリードはザクレイ。いや、早っ、相当反応とか、はい、早いですね。反応が相当いいですね。うえ、これはアイチ、アイチコンボ狙っていたか、アイチコンボ。ただ今帰るスカーフェイント、反応つっていたか、見てる、うますぎる、ファランクス許さない。いや、マジで動きいいっすね、ロンさん。そしてオーディーソニック、差し返し、うますぎる。グラディス伸びて反応してる、これはグラディス、なんかラッシュ止め対策ですね今のね。さあ、また上飛びを通したのドンピシャ、絶妙な前にオーディソニック、ナイスガードだったフェンダー、サマー間に合っているのか。ソニックサマーの精度が本当に高い。これでマッチポイントはドンピシャか。これもすごいな、近づくことができない。完璧なため時間把握。 SA1 からセットプレイ、投げて、いい投げ、リーチが見えている状況、前手で無理やりされに行くザクレイ、砂漠モードに入っているドンピシャ、ラッシュを動かける、四隅カウンター、次の攻め投げ、あ、こっからゲージ3つあるんでね、ソニック非常に打ちづらい展開です。ファランクス勝負にいた、うお、打つ、この間合いはガエルの間合い、うまそう、うますぎる、伸びたてを刈り取った、まさにドンピシャ、素晴らしい動きを見せました。これ本当にすごいな、これでポイントを返しました。完璧すぎる動きがすげえとやってる。いやそれに尽きる、本当に素晴らしい内容だった、はい、これは47時間寝た男です。いや本当にこれは本当に47の男ですね。これは47時間しっかり寝たからこその、寝ないとあのサーバー間に合ってないですからね。睡眠時間ナンバー47、そうだったな、本当全ての対応がもう完璧でしたね。最後ファランクス、パン、グラディウスに対して大パンで差し返していくっていうね、結構あれはもう一周回った感じのねグラディウス狙いだったと思うんですけど、まあ、かなり対して ね、はい、後半ザクレイがラッシュからグラディウスとかかなりグラディウスが増えてて、確かに確かに、最後の最後それに対してちゃんと最大取っていったっていうね。いや、うまかったな。